少し前の話になってしまうんだけども、マーク・ラムザイヤー教授の論文、一つは童話対策事業批判、もう一つは水平社の頃からの部落解放運動批判、この二つの論文インターネットでね、この自転車のサイトで公開してるんだけども、まあ見たい人はそれを見ればいいっていうことになるんだけども、中にはですね、ぜひ印刷して本にしたものを手に取りたいっていう人がね、少なからずいるんですよね。まあネットで見ればいいのになと思うんだけど、やっぱりこだわりのある人がいるし、誰かにね、このリアルな場面で見せたいとか、そういう人もいるんですね。でね、ブログ出版局っていうサービスがあって、これはね、ブログってね、あんまし最近やる人も少なくなったかな。まあ相変わらずアフィブログなんかはまだね盛況なんだけども、そのブログのデータをですね本にするサービスがあるんです。例えば FC2 とかですね、自転車が使ってるのはワードプレスなんですよね。ワードプレス使ってる人も多いと思います。そういうデータをこうエクスポートして、で FC2 なんかだとね直接申し込めるんです、実は。でそしてそのマーク・ラムザイヤー教授の論文、あれワードプレスのデータとして入っているので、ちょっとまあやっつけなんですけどもね、このブログ出版局で本にしたんですね。でちょっとねこれ届いたのがあるので、こういうショット開けてみます。どんな風になるのか。あ、薄い本ですね。アイデンティティ政治の発明について、日本における被差別民、日本の被差別民政策と組織犯罪、童話対策事業の集結。ちゃんとね2つこうやって製本されてます。ちょっと開けてみますかね。こうやってねちゃんとこうビニールで包んで届くんです。よいしょ。はい、ね、こっちが一つ目の論文ですね。ちょっと見てみますかね。ああ、結構ね、やっつけでデータぶち込んだんだけども、まあなんかそれなりの体裁になってますね、これ。うん、もう一つのやつ。これは、あ、なるほど。表なんかもね、割合まともに出てるんじゃないですか。ちょっとね、文字が折り返されたりして読みにくいところもあるけども、いや、でもなかなかいい感じになってますね。いいんじゃないですか、これは。ということでね、この下の概要欄のところにね、これをね、変えるリンクを貼っときます。変えるって言ってもね、もうオンデマンド印刷なんで、結構な値段というか、1冊印刷するのに1000いくらぐらいしますね。2冊だとね、送料含めたら4000ぐらいになっちゃいましたね。でも、それでもね、この印刷物が手に取りたいっていう人は、ぜひ申し込んでみたらいかがでしょうかと思うわけです。ちなみにこのブログ出版局はですね、私がハッチシーってこの関係者というか開発者なんで、まあ一応この動画にはですね、こうプロモーションという風に入れときます。うん。まあ一応利害関係者なんでね、まあ私にそんなね、金額は入るわけじゃないんだけども、まあそんなにね、たくさん頼む人は今いないですよね。ほとんどの人は多分、ウェブサイトで見るし、なんならウェブサイトプリンターで印刷したっていいわけです。ただでもね、人によってはこの本の形がいいんだっていう人がね、なんかどうも一定数いるみたいで、こういうのを作っていました。まあ、内容はね、もう前に動画で説明した通りです。これについてね、なんか解放同盟がね、国内外の学者から批判されてるから、これはもう学術的価値はないんだって言ってるんだけども、まあトンチンカンなことを言ってますよね。なんか学問っていうものを理解してないのかなと。価値がない論文だったら批判されないで無視されるんですよね。で、価値のある論文っていうのはいろんな人が批判するんですよ。それはもう理系の分野でもね、それ衝撃的な研究があったら当然、いや本当にそうなのかって言ってね、いろんな人が批判するわけです。まあこれは批判された結果、じゃあ内容が間違ってるとかそういうことでもないですからね。まあ一部の内容についてどうこう見解の相違がみたいな感じは言われるんだけども、でも例えばね、松本慈一郎が大陸で薬売ったりだとか、うさんくさい商売をしてたとか、まあそのあたりについてはもう事実なんでね、もうグーの音も出ない感じですよね。ということでね、特にね、この学術的な活用されたい方っていうのはね、ぜひね、これね、利用していただければいいんじゃないかと思います。ということでね、今日はね、プロモーション動画でした。